応今ねファンデーションと眉毛だけやったんですが、顔までやってないです。どうしよう。でももういろ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 近づいているので、メイクをしないといけないんだけど、どうしようどうしようと思っています。今なんで目腫れちゃったの、やだ。右目がぷっくりしているね。まあでもちょっと落ち着いたかな。結構私目腫れやすいんですよね、意外と。じゃあちょっとメイクしていこうかな。大丈夫だと思う。明日とかも治ってればいいんだけど、どうかな。なんとも言えないね。まあお昼だよ、みんなこんばんは。こんばんはこんばんは。お昼だよこんばんはってもおかしいよね。こんにちはだね、こんにちは。ハロウィンでね。ハッピーハロウィーン。くしゃみくしゃみでそう、くしゃみでそう。おいでよこんばんは。変だよね、それ変だわな。よし、じゃあメイクしていこうかな。選挙行ってきました。確かに今日選挙の日でもあるのか。パパと2人で行ってきました。さっきパパと2人で歩いて散歩しながら行ってきました。パパと、テクテクしてきましたよ。パパと二人で通学路歩いてた。外食はしてない、外食ウィーってはしてない。帰ってこないといけなかったからよし、じゃあちょっと今日のカジシマはこんな感じです。ダラン。めちゃめちゃすっぴんがすごいね。電気つけるとさ、すっぴん感が強いから消そう。今日はまた配信があったりとか撮影があったりとかするので、どうしよっかな。メイクどうしよっかな。今日もこれにするか。今日はマックのアイシャドウでいく。ちょっといろいろアレンジしながら、昨日使ってないのとかにしてみようかな。さあベース終わってるので、そうだね、目の下がね黒いのがねすごいいつも気になっちゃってて、コンシーラーつけまくっちゃう。じゃあやりますか。肌腫れてなくて、ちょっと腫れ引いたね。右目がちょっと、でも左目もなんか微妙。うん。ほうほう。横で腫れてなかったから大丈夫だ。朝すごかったの。だからね、ちょっと引いててよかった。じゃメイクしますか。何が原因だったのかがちょっとね分かんなくて困ってます。もしマックのアイシャドウだったらどうしようとか思ったりしてるけど、でもねこの間大丈夫だったから別にでも大丈夫なはずだろうね。じゃあ決めようか。
れてなくね、アイプチしたの。そう、これちょっと若干ここがねボコってなっちゃったから、それを直したのピッてやりました。久しぶりに、アイプチしたよ。あまり目立たなくてよかった。まぶたのほくろできたって、これでもずっとあるんです、このまぶたのほくろちゃん。目がさ腫れることが結構あるから応急処置しがち。ほい、じゃあシャドウしていきましょう。どうしよう、シャドウどうしようかな、むずいな。インラインから引いていく的な感じにしていこうか。あ、ガムさん、そしてジージさん、ありがとう。インラインから引いていきます。どうかな、慣れてないメイクって難しいよね、結構。どうだな。お、まるちゃん、まあ、ありがとうございます。Thank you。そしてジージーさん、ハートありがとう。Thank you よ。インライン引いてこんな感じしたら、次が今日はこっちの色を使ってみようかな。どういう色なんこれは、普通の茶色。普通の茶色か。普通の茶色だ。言っても普通の茶色だとか言っちゃうあたりねなんかごめんなさい普通だわみたいな。マジか。ガムさん、お化け、ありがとうございます。エイミーさん、ダルマありがとう。 Thank you、うん、いいね。じゃあこのピンクを全体的に塗りますか、今日も。おー、このピンクがね、かわいいんだよね。わお、かわいい。あ、ミラーボール来てた、ありがとうございます。もらっちゃった、ミラーボールありがとう。はい、今アイシャドウこんな感じです。うん、あれ。あ、アパリスコーがアパリスコー。あげて顔、あげて顔。ふん、ありがとう。え、ありがとう、本当に。
こそちんさんありがとうございます。え、嬉しい。え、いいんですか。ありがとうね、本当に。じゃあ上からぼかすか。ぼかし、ぼかしと。こんな感じ。アイシャドウ的にはこんな感じかな。ちょっと電気つけてみる。こんな感じ。意外と右がちょっと薄いか。これね。真ん中にピンクを乗っける作業。うん、いいじゃん。こっちにちょっと伸ばして、ほい、いいんじゃない。え、いいんじゃない。今日もすごくうまくいってるよ。わっちわっちゃわっちゃ。ちいちさん、おおおおおばけ、ありがとうございます。いただきました。 Thank you。 うわー、おすしんさん何色がいい。何色にする。さ、目の下ちょっと白、ラメっぽいのつけといて。やりすぎた、ちょっとつけすぎた。あれ、ブラッシーどこ。ブラッシーラメつけすぎたくないよね。感じ？うん。え、ちょっとどうしよう。フズチンさんめっちゃくれてる気がする。待って待って、もらっちゃっていいの？ちょっと待って、これ見せたい。ピンク涙袋案件。ほら、待って、本当にわー、ありがとうございます。いいんですか、もらっちゃっちゃって。うわー、ありがとうございます。近すぎたね、ごめん、近づきすぎちゃった。ありがとう、本当に。ちょっとカジからじゃメッセージ送ろう。メッセージ送るから見てね。くっついちゃったな、ちょっと。メッセージ送るから見てください。ね、ありがとうございます。すっごい今日顔色悪くてごめんね。じゃ顔色悪いの今日なんてかな。うん、OK。 そしてこの色も変えようかな。よいしょ。次、いや今日めっちゃ顔色悪いの本当に。そう、顔色が悪いの、しょうがない。顔色悪い、体調悪くはないから安心して。私体調悪くなくても顔色悪くなること結構あるの。そうなの。よし、次、次何。あ、目か、目尻これか。感じかな。うん、OK。したらちょっとハイライトはね、このアイシャドウのハイライトを使いたいよね。大好き、吉田あかりさんのアイシャドウです。もう使い続けるよね、これから。こ
このハイライトが私的にも最強だと思ってる。ツヤツヤにしてくれるんですよ。こう言ってるとツヤ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 だよ。OK。なんでこんなに顔色悪いんだろう。ごめんね本当に。で、そしたらマスカラしましょうか。ちょっとね。から、ミラーを塗って、あ、細爺さんめっちゃバットマングれてる。ありがとう。もらいます。飛んでるね。なんでごめんねなのってなんか嫌じゃん。顔色悪い。手じゃない。なんか体調悪いんかなみたいな感じしない。体調悪そうに見える。私的に結構困っちゃう。営業妨害みたいなものだからね。よいしょ、うんうん、そしてこっちも、うん、よし、いいと。うん、綺麗に上がった。そしてマスカラしていきます。そう、これはカールキープのマスカラです。オッケー。こんな感じ。いや、なんでこんな顔色悪いの。すごいな。ちょっとつけそう。顔色悪いのがバレちゃう。さあメイクもいい感じにできたのでチークをできたと思います。今日はちょっといつもよりもそれ今日いつもよりもちょっと顔色が悪いのでちょっと明るめのチークを塗りたいと思います。ういうい、いつもオレンジなんだけどこれはちょっと赤っぽいアプリコットの若めのチークを塗ったらいいと思った。なもん。そうね、これくらいにしとけましょう。したら足でぼかすぜよ。寝不足かな、なんだろう。なんでかな、してこんな感じ。マニキュアピンク、ちょっと可愛いでしょ。そしたら 下まつげも塗っちゃおうかな。ちょっとあんまり塗りたくなかったけど。よし、いいんじゃない。ちょっと軽く涙袋を描きましょう。よし、いいんじゃない。髪の毛かな、あとは
つものカジマっぽいっちゃっていいかな。ちょっとブラシ、これもこれも片付けて、これも置いて、さあ次は髪の毛でいきましょう。犬毛はどうしよっかな。今日はまたヘッドハンデがいい気がするね。今日はヘッドハンデにしましょうか。ちょっとよいしょよいしょ。ほい、こんな感じ。でワックスで塗るとして、そうしましょうよなんてそうね、よし、オフモードだ。だいぶさあ、ごめん、なんか似てるじゃない、私も変なテンションだよいきますか。ちょっとこのまだ余熱の段階で行きがちです、私は。外羽にするときはね、ここのいつものふわっという丸みをちょっと潰すように外羽にしてます。お昼お力だよ。そう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 、はめる感じかな。ほい。いいんじゃない。外羽、今日はただの外羽、昨日ちょっと割とウェーブでファッと言ったけど、今日は外羽にしよう。ここら辺とかね、雨で外羽取れないのだって。まあ取れたらまたやります。ウェーブだともう絶対取れるから一からやるの大変だけど、外羽はまだいけるかなって思ってます。こんな感じかな。そしたらこれをあとはワックスでふわっとやるのみです。イデオワックス、イデオワックス、
な感じ。どうでしょう。はい、完成。あ、ちょっとここだけ、ここだけちょっとクシャッとなりがちだから、アイロンで引っ掛けたら OK じゃない。いい感じだと思う。ちょっとリップ塗ってないのがあれだけど、今日はこんな感じがいいかなって思っております。前髪だけもうちょっとぐしゃぐしゃすぎるから、よいしょ、うん、じゃない、いい感じ。今日の髪の毛はこんな感じでいきますので、そうだね、今日ちょっとお姉さんっぽく、うん、最近はやっぱキャンキャンで学んだものをちゃんと実践できるように頑張っていますが、アイシャドウもまだまだ勉強が必要そうだなと思いました。はい、ということでどうでしょう、今日のカシマはこんな感じでお送りいたします。はい、どう、いい感じ。いろいろなんかこう、あのメイクだけじゃなくていろんなことを教えていただいたので、そう、いっぱいメイクさんとお話させていただきました。こうやってね、いい感じ、よかった。今日はじゃあこんな感じでお送りいたしますので、ぜひいいと思われて、うん、よかったです。今日はね、あれなんで、ハロウィンなんで、家事が表紙なら何月ぐらい、ですね、そちらはですね、多分何月後かな、そうだな、何月後かな、いやもうすごいよ、もう1月後次やんってね、次なのみたいな、リック塗ったか軽く、いやいや顔色悪いから1分とか、私結構さ、唇が荒れちゃうから口の周りが結構ね、赤くなりがちなんだよね。それをコンシーラーで隠して、コンシーラーがさ、唇に当たっちゃうと大惨事だから、ね、難しいのよ、すごく。ここら辺ね、感じです。ここにね、ハイライト最近ちりてる、いいね、はい、リップを塗るとやっぱ良かった、顔色悪かったからさ、あんまり悪すぎねんじゃない、これだったら大丈夫。結局ラストの配信は45分からの配信になると思うので、よかったらご覧いただけたら嬉しいと思います。21時45分ニキビ見つけた、21時45分頃から配信したいと思っているので、ぜひご覧いただけたら嬉しいなと思います。マリオパーティーね、ママが代わりに今日は買ってきてくれるらしいので楽
頼んじゃいました。メンマも買ってきてもらっていいって。お仕事帰りに予約をしていたところに行ってくれるんだって。そうそうそう、ママが代わりにねマリオパーティー今日買ってきてくれる予定なので。姉ちゃんも楽しみにしてた。今日マリオパーティー届くんだっけって姉ちゃん今日聞いてきた。予約してある。うん、予約してるからね、絶対大丈夫。今日家帰るの遅くなっちゃいそうだから今日配信はたくさんやれればいいなと思って。はい、ね、待って、家事が帰ってきたら家族が遊んでるパターンめっちゃありそう。なんかさ やっちゃいそうだよね、姉ちゃんとか。私誕生日かな、20歳の時の誕生日の時にちょっとお家に帰れなくて、ちょっといろんな撮影があったりとか誕生日のバースデーのイベントがあったりとかして家に帰れなかったから、姉ちゃんの誕生日プレゼント DVD だったのよ。そう、私があの姉ちゃんからね DVD もらう予定だったんだけど、まあお誕生日おめでとうって LINE が来たのよ。で、ありがとうって言ったら姉ちゃんが私にあげる予定の DVD を見てる写真が送られてきた。あれあれ、うん、ほらこれ私がもらったやつだよねみたいな。さ、なんか面白いとか言って送ってきて待ってそんなことがありました。もしかしてギリあり、うん、どうかな、ちょっと配信はできないかもしれないんだけど、21時45分からになっちゃうかな、あとラストが、うん、でそこから長く配信、みんなにお礼のこお礼の配信ねできるかなと思うんですけど、ちょっと私もね今日はですねアップアップガールズ2期の、まあ、ただいま配信じゃない、ただいまやっているクラウドファンディングの動画をね、告知動画をねちょっと撮らせていただけたらなと思っています。15分短期決戦、そうなの、ごめんね、ありがとうね、応援してくれるのすごい嬉しい、ありがとう。そうだから、あのぜひクラウドファンディングの方もねよろしくお願いします。そっかどうかな、クラウドファンディングもさ、ちょっと家事のあの推しグッズ、家事あやったん T シャツちょっと売れてるかちょっと分かんないんだよね。あやったん T シャツみんな欲しくない？でも私ブルーレイ欲しいんだけど、これ自分で買うしかないのよ。でもブルーレイ欲しいなって思ったりしている。ブルーレイ、これか、推しグッズセットは、あでも15人いるか、その中であやた T シャツをゲットしてくれてるのは何人かなってところだね。自ら支援するか、まだどれにしてるか迷ってるって。あー迷ってくれるの嬉しい、ありがとう。迷って迷って、あー家事に相談していいよ、くれても全然ええね相談してくれてもいいんやで。社長からもらえる、もらっても1枚じゃん、するとそう足りない、もう1枚欲しくて、ちょっとどうしても、うん、だから自分で買いに行かなきゃいけないかもしれない。意外ともらえないんですよ、ああいうのってそう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 なんだよ、うん、1枚しかもらえないんですよ。だから自分のグッズも欲しいグッズあったりするし、メンバーのグッズとかもこれ欲しいなとかあるんだけど、自腹で買うことだけどあったりします。まあ、1枚はじいちゃんにあげちゃうからね、いつでも見れるように。はい、ということで最後までご覧いただき本当にありがとうございます。今日はそらすると外人の靴勧められるでしょうって、勧めるけどあやたん T シャツね、あやたん T シャツ勧めるけど、あの違うのちゃんと言えるもん、ちゃんと言えるもん、ちゃんと言えるもん、だってちゃんと言えるよ
わかんないと。家事のお礼動画もあるし、何かな、そうだな、ブルーレイもそうだし、リアルイベントもあるからね。でもやっぱあやたん T シャツはちょっとおすすめかな。あやたん T シャツおすすめだよ、おすすめ。読まれてるな、もう家事マスターだね、ヨッシーくん分かってきてるねそうね、家事、じいちゃんあやたん T シャツ、後ろあやたん T シャツはね、あの家族に買いません。だってさ、今日もパパ私のあれ着てんの、カジスティック T シャツ、ザマミロ T シャツか、ピンクのやつなんだけど、今日も着てたんだけどさ、なんで着てるん？いやいいんだけど、それで外出られたらね困っちゃうから、本当に。じいちゃんもね、じいちゃんはね一番最初のカジスティック T シャツをね着てるかな。うん、買おうよ、いいネタになるよって、カジパパおしゃれまあね、おしゃれおしゃれおしゃれ、ちょっとあやたん T シャツスシロー、もうやめてくれ、ダメだよ絶対に、絶対じいちゃんにあげないんだから、あげたらスシロー行っちゃうことが判明したからね、もうあげないのもう、はい、ということでありがとう、ホソチンさんが1位です。ちょっとホソチンさんにはカジからのメッセージ、あと待ち受けも送ろう、今日の梶島の待ち受けも受け取ってほしいので。お、めっちゃハロウィンになってる、怖い、これ待ち受けにしてほしい。ずっといる感じや、どれがいいかな、これいいかな、ホスチンさんにこの待ち受けをあげます、受け取ってください。オッケーかな、いい感じじゃん、すごいいい感じじゃん、あやちゃん、あやちゃんってことでね。じゃあ次の配信は21時45分からなっちゃうんですけど、ぜひご覧いただけたら嬉しいなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。お手合わせくせーの以上です。またお会いしましょう、本当にありがとう。3位ドキドキちゃん、2位エイミーちゃん、ありがとうね。そして最後までご覧いただけた方、本当に嬉しいです、ありがとうございました。バイバーイ、できます。